はい、皆さんこんにちは。今日はね、こちらちょっとね、今までにない iPhone ケースをね見つけたんでチェックしたいと思うんですけど、 iPhone 11 Pro 用なんですね。で、こちら Deep というね、最近ちょっとね話題になっている、ブランドですけども、 Clings というねモデル名の、封筒というのをね、コンセプトにしたケースのようですね。それではいきます。はい、ということでね、こちらパッケージね開けたいと思いますけどもね、まあ、結構なんかねパッと見とてもねバックブランドみたいなねイメージのケースなんですけども、さあどうでしょうかね。で、こちらパッケージはね非常に丁寧ですね。で、こんな感じで出てまいりました。これ一見手帳型に見えるケースですけども、実はねそうじゃないんですね。これ表側がね開口してるタイプということで、で、まあここがね差し込み式になっていて、でここからねこうやってここに iPhone が入るわけですよね。うん。で、あ、びっくり、このオレンジのね裏地ライニングがねとってもねなんていうかね上品さを出していますよね。結構これなんかトラッドカジュアルのイメージで作ったんでしょうね。なんかバッグでいうとホーガンとかそういうタイプのね感じになるでしょうかね。うん、なるほど、結構ね上品じゃないですかね。で、これ細かいところね見ていくと、こういった感じで、まあここのね、レザーストラップがいい。そして表側、これね、まあ、縫製してて作ってるもんなんでね。で、これまあ合成比較ですけどね、結構ね質感のいい合成比較に見えますよね。で、カードスロットもあるというね感じですけどもね。うん、なんか好印象ですね。で、こちらの裏地についてはねマイクロファイバーみたいなもので発色のいいオレンジをね使っていたというね感じですね。で、早速ね装着してみたいと思います。いつもはパチンパチンと入れる iPhone ケースですが、こちらはこうやってねスライドして入れていくんですよね。まあスルスルっとね入れる感じですけども、うん、これでね OK ですね。で、この部分ここについてはですね、こう差し込む感じになるんですね。ちょっとね初めてなんで手こずってはいますが、ゆっくりやればね問題なくこうやって入っていく感じでしたね。うん、すごい、結構いいな。まあカメラのところもまあファジーではありながらも一応合っているという感じですかね。で、表がこんな感じですね。手帳型に見せていてそうではなかったというね雰囲気ですけども、で、このね角が出てるところがちょっとね不思議な感じがしますけどね。うん、結構面白いバランスですね。今まで見たことがないです。で、背面このようにねカメラのところはねこういった感じの位置合わせになっておりますね。で、ここのストラップがねいいですね。これ指を入れれば安定してね持てるんで、結構ね操作した感じはね持ちやすいですね。あのアディダスでねこういうバンド付きのやつをね使ってたことがありますが、あれに、ね、近い感じ、端っこもね手が届く感じですね、ギリギリね。で、まあ、持ち方はねこの右から3本指入れてもいいし、まあ、あとはこの前からね3本指でもいいのかなってところでね、まあ、この持つポジションはねご自身の手のね大きさとかね、まあ、そういった感じで変えていくというねところでしょうかね。うん、非常にね持ちやすいケースなのではないでしょうかね。で、まあ、握りはねちょっとねふかふかっていうかね、しているんでね、密着しているタイプのケースではないというね感じですね。で、サイド見ていきましょう。こういった感じでですね、ボトムはねここのライトニングのところがねちょっと合ってないですね。センターが出てないって感じなんですけども、うん、まあ縫製品なんでねちょっとばらつきはあるのかな、うん、今ねぐっと引っ張ってこんな感じでしょうかね。で、こちら側ボタンは目印がねついています。で、上側で、あとはねこの画面からのね立ち上がりはまあ在圧の1ミリぐらいある感じでしょうかね。で、カメラ部もね在圧分ぐらいあるんでね、うん、まあそれぞれね、普通に置いてもね触れたりはしないでしょうね、床とか机とかと。で、カメラのところ、超広角でケースの映り込みないか見てみましたけど、これについてはね大丈夫みたいですね。
ここ大丈夫ですね。指は映るけど解ければ、ケース自体が映り込むことはないような感じですね。ここは安心ですね。でボタンの、反応、まあ、マナーボタンはね指の腹でできるし、でこの音量関係はね、まあ、反応いいんですけどちょっとね画面にかかってる感はありますかね。でこの電源ボタンもね問題なしというねとこですね。でストラップホールがあるのでつけてみました。でバンド自体はね付属してくるわけじゃないので、まあ、ご自身でね何かチャームのようなものをね女の人だったらつけてもいいし、あとはねネックストラップ、私はちょっとね家にあったのをつけてみていますけども、まあ、これもね、こういう風につくということで、で固定感どうでしょうね、まあ、こうやってぶら下げてみるとね強度はねある程度あるようなんでね、こういう使い方がねしっかりできそうですね。でカードスロットについてはクレジットカードね入れてみましたが、大きさは余裕です。でただね取り出して使う感じですよね。でスイカとかのね非接触のカードについてはね、まあこれ磁気遮断シートを挟めば使える可能性はあるかもしれません。で寸法の方をね測ってみます。で重量の方ですが、軽く感じましたよね。実際はどうでしょうか。でこれがね 29g なんでね、まあ、そんなに軽くも重くもないというところで、今手元にあるものの中で言うとね下の方というねところですけどもね、シュピゲンのウルトラハイブリッドと一緒でした。で外側寸法、これがねふわっとしてるんで強く押さないで測ってみたところ 75mm というね感じですね。で他のものと比べますと、こういった感じで、まあ、中ぐらいっていうね位置づけでしょうかね。で内側寸法ですが、これがね結構狭くてですね、この角っこで測るとだいたい 63.7 mm だったんですね。これだから、今貼ってるシュピゲンのガラスフィルムより内側に入ってきてるんですね。ただかぶさってるんで、この干渉の方はねなかったというところで、でこの真ん中も 63mm ですからね、割とねガラスによっては干渉するかもしれないです。で内側寸法こんな感じですね。比較的内側に入っているタイプということが確認できると思います。で総圧についてはこのようにですね、この部分で測るとだいたいね 13mm ぐらいでしたから、これもね比較的厚みはある方でしょうかね、一番今まで持っていた中で厚みがあったというねところですね。で生地での滑り具合、これまあちょっと単独でねやってみました。でこういう感じでまあまあ粘りますよね結構ね。で比較対象、まあ、全部やると長くなっちゃうんでね、裸と比べた場合こんな感じでスルッといきますね。で、充電の方ですね。でここのライトニングのセンターのズレが心配でしたが、頭のでかいベルキンではやっぱりね噛んじゃって奥まで入らなかったというねところで、でなんでね、まあ、ちょっとねケーブルによっては、使えない可能性もあるのかなというねところですよね。でこちらアップルの USB Type A ライトニングのちっちゃい頭のであれば問題なく入ったというねところでしょうかね。でワイヤレス充電、こちらもねスタンドタイプでね、これ一応ねできるはできますけどね、ただねちょっとねやっぱりグラグラするので、どちらかというとね平置きタイプなのかななんていうね感じはいたしましたけどね。でカードスロットにね何かを入れている場合は抜いてからやってくださいと説明書きに書いてありましたね。でオズモポケットです。でこちらはですね、どうでしょうか、まあ、これを差し込んでね使う場合もあるかと思います。で入れようとしたところね、やっぱこのヘリのところに引っかかってね入っていかないみたいなんですよね。でこのバンドの位置が原因かと思ってこれも避けましたが、やっぱりねうまく入らないんでね、オズモポケットは使うことはできないようですね。はい、ということでね、今日はこれディーフのねクリングスご紹介しましたけどね、まあこれ全体としてはこのバンドもねよくできてるし、何よりねデザインが上品ですよね。まあ大人のスマートフォンケースという感じでですね、結構ねこの差し込みタイプとかねなかなかね見たことのないね設計デザインだったですよね。まあ、この辺りはね曖昧さがあるね、ふわっとした作りとなっていますね。であとはねこの、まあ、この辺りもねちょっと縫製品ってこともあって、まあ、センターはずれたりする可能性もありますけど、
まあ、やっぱりねこのバンドがいいのとね、まあ、全体の雰囲気、まあ、トラッドカジュアルを意識したようなね感じのデザインがね、まあ、とてもね、今までないというところでね、まあ、私は結構ねこの発想にとてもね関心をしてしまったわけですけども、でまあこれ持った感じはねこのエッジのとこねふわっとしてるんでね、まあ、そのあたり、完璧な密着を求める方にはあまり向いてないかもしれないですけど、まあ、この手帳型なんかのねテイストが好きな方にとってはね、手帳型と、そうじゃないのをね中間ぐらいな感じで、いいのではないでしょうか。このストラップがねとても気が利いてて、あとは合皮がね安っぽくないのもねとてもいいんじゃないかと思いました。ということでね、今日はディーフクリングスをご紹介しました。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。